くねくね鯉のぼりの裏にゴムをつけてみました。こうするとくねくねするけれども引っ張っても形が元に戻ります。去年作ったものはくねくねさせているうちにだんだんこのひだが伸びてきて、最後にはなかなか戻らなくなってしまいました。そこでもう一度ひだをきれいに畳んでゴムをつけることにしました。ゴムは真ん中の部分だけつけます。木工用ボンドを真ん中の鱗の飛び出ているところにつけてください。ここに平ゴムを乗せます。上から重しをしてしばらく乾かします。完全に乾いたらこれで出来上がりと思ったら、ちょっと引っ張っただけで端が取れてしまいました。端はホッチキスなどでしっかり留めておいた方がいいようです。これで完成です。ベロンと伸びていた鯉のぼりがまた元の形に戻りました。くねくね動くし、引っ張ってもまた元の形にきれいに戻ります。遊んでいて伸びてしまった鯉のぼりはこんな風にしてまた楽しんでください。